のフェスがやっておりましたが、何か見たという方いらっしゃいますか？何声か見たというか、ありがとうございます。ありがとうございます。あら、意外と手が後ろの方上がってない。ではその中で今日初めてインプロを見えるという方いらっしゃいますか？あ、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。さあ、はい、何の扱いか分からないです。ありがとうございます。さあ、ね、初めてご覧になるインプロはもちろん台本打ち合わせが一切ありません。そしてね、なんとこのフェスティバルのために今日来てくれた、ソウルシティインプロのメンバー、ボストンからアメリカ、ボストンからインプロ、ボストン、ジャパニーズ、日本からのピーキュー、そのね、半年のインプロをご覧いただきたいと思います。さあ、どんなふうになるか分かりません。日本人の私たちはほとんど英語は分かりません。アメリカ人の彼らはほとんどパーフェクトで日本語は分かりません。はい、どんなふうになるか分かりませんけれどもね、もう打ち合わせも一切ありません。ただ一つのね、インプロのルールであります、イエス&お互いに受け入れて貸し合っていくというルールだけでやっていきたいと思います。さあ、それではですね、最初のゲームはですね、はい、まず最初のお題を、はい、それではですね、これはですね、深夜、ミッドナイト、深夜のシーンをいっぱいご覧いただきたいと思います。それではいきましょう。大衆さ、いっぱい、そろそろ準備も大変。それではいきましょう。深夜、3、2、1、3、2、1、GO。まさか入試試験また合格にならない。プレッシャー、プレッシャー。Now's the time of night I'd like to go for a stroll naked. Oh my god! Excuse me. Okay, I'm the only person on duty today. Okay, I help you. Thank you. One, 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 one
I'll make a grave. Yes, again. I can do that. Whoa, I'm drowning! I'll save you!
You are a human's worst enemy. No! What can I do? I'll find a way! 30 seconds. Ariel, I'm at a really... What can I do? Chase me! Oh my goodness, you're a human now. You can't... Oh, oh my goodness. Let me guess. I need your name. A name, right? Give me some sort of hints. Ariel! Ariel! Marry me, Ariel! And we'll be humans together! It'll be beautiful! Oh, 1 second. Oh, Ariel, you have legs! There you go! そうですね、ときめきやって。
って、日本人が落ち込んでるやって、最後なんだっけ、憧れ。憧れ。をボストンがやります。はい。はい、では、場所を。研究室。場所は研究室です。はい。そう。ときめき。落ち込んでる。日本人が落ち込んでる。で、憧れて。さあ、行きましょう。はい、それでは、では日本人チーム、行きましょう。3、2、1、スタート。Thank you.
方、お通しになりました。さあ、それではですね、次はですね、次は殺人事件のシーンをご覧いただきたいと思います。はい、しかも連続殺人です。次々にこの場で人が殺されていきますが、なんと殺される側のプレイヤーは自分がどんな場所でどんな凶器で殺されるか分かります。殺す側だ、ごめんなさい、殺す側が自分がどんな場所でどんな凶器で相手を殺すか分かりません。殺される側だけが自分がどんな場所でどんな凶器で殺されるかを知っています。それを殺人者に伝えて、その上で殺されなければいけないという、なんという恐ろしいゲームでしょうさあ、それでは、さあ、そんなそれを演じる6人のプレイヤー前に出てきてください。 The next player, Chen Madam。 はい、それではですね、ではまず、じゃあ一番最初トップバッター、本日のプレイヤー部長が、次のプレイヤーに、ボスのプレイヤーに殺されるんですけれども、では、はい、部長、これから、場所と凶器をこれから伺いますので、それでは皆さん、向こう後ろを向いてで耳を塞いでください。
その危険に立ち向かいます。そして危険を回避したらまたスター
ターに変わるというゲーム。それでは、それではいきましょう。戦場です。いろんなね、戦場があります。はい、それではいきましょう。スタート。隊長、あそこの鳥を砦で落とさないと我らは勝てません。我らの味方ももう我々二人だけ。どうしてもいかねばなりません。しかしあの砦で取ればこの戦は勝っても当然だ。我らは取りましょう。しかし砲弾がドーン。占領した。
写真を見ながらその時の思い出を語るというゲームをご覧いただきたいと思います。はい、それではじゃあただけんとリー出てきてください。はい、では2人が、ある場所に行った時の思い出を語ります。ではそれを、はい、スライドショー。はい、ではこのプレイヤーたちがその中の写真を、演じていきます。ではこの音が鳴ったらその写真を演じます。体の形をピッと止めてその絵を作る、写真を作るというですね。それでは クジラのお腹の中です。さあ、彼らはクジラのお腹の中に大きな声で We went to inside a whale. Inside a whale. You've been swallowed by a whale. But we're inside that. You're inside思い出したくもないけど、本当にクジラのお腹なんか大変だったよ。そんな初めてのデートだったじゃない。いや、This is our first date. So, we went to sea. 海に行って気づいたらクジラのお腹の中だったわけだよ。でも辛かったわ。私あの時頭こっちしちゃってクジラの歯につまずいてしまって、ああすごく痛かった。そうだね。僕は君を助けようと思って手を伸ばしたんだけど、思わず押してしまって口の中にドーンと。そうよ。そしてあのままゴロ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 っていっちゃったのよ。気づいたらクジラの中だったな。そうね。でも思い返すと、あん中でいっぱい写真を撮ったよな。撮ったそうだ、最初にここなんか食堂に繋がるのかなと思ったら、食堂ってここのことだよ。こんな部屋だったんだよな。そう、あの部屋。あなたがびっくりして私を助けようとちょっと逃げ
したのよね。ああそうだった、あの時なんか自分が人間だったってことを思い出したんだ。そうそう、その次俺の行動は我ながらかっこよかったな。素敵だった。ヒロいきなり和解だ。本当にかっこよかったわ、あの一言が。表情を呼びかけたことが彼女にも伝わったと思わない。ラブ&ピースよ。すごい、なんていうかな、この友情が今も続いてるんだよな。そう、このハッピーな空気がクジラにも共鳴したのよね。そしてエイリアンたちはこれから一緒にクジラの外に出てくれることを誓ってくれたんだよな。そう、エイリアンたち confess that we go outside the wires we take pictures that see。私と私たちとエイリアンはそのまま海に乗って今ではお互いに新しい挑戦してさまよってんだろうな。ファーストデートが飛んだ野望につながったな。全く。これからパーティーを開きます。そしていろんな、お客様が彼のパーティーにやってきます。しかしそれぞれそのお客様はものすごくスペシャルな特別なある特徴があります。普通の人間ではございません。トモアキはパーティーを進めながらそれぞれがどんな特徴を持っているかを当てるというゲームになっております。ではトモアキ、ちょっと外に出て行ってください。はい、じゃあ彼が今外に出ていきます。そしてここの中での音は一切聞こえないように連れてってもらいますので、さあそれではじゃあお客様に直接では、はい、じゃあそれぞれお客様に行きましょう。じゃあ、いいわ、どんな、あ、じゃあ、体に特徴がある体に特徴、はい、体に、じゃあ体に特徴、じゃあ体、例えば足が20本あるとか普通では考えられないような、鼻が2メートルぐらいあるとか、体がゴムでできてるとか、じゃあ体に特徴、何か浮かんでもありますか。はい、ありがとうございます。肋骨が異常に長い。異常に長い、長い、長い、出てる感じですかね。体から出てる感じですね。肋骨が疲れた。すごいですね。皆さん想像してくださいね、出ています。So I'm going to be made of something unusual. I'm going to be a person made out of something like cheese or spaghetti or anything you can think of. Food. Sure. Food. Okay. So, 彼女が何か、 go crazy. 何かの食べ物でできています。何でしょう、何か。チーズとかスパゲティみたいな。Can I please get an animal, a rare animal? なんか希少、なんかちょっと珍しい動物。カメレオン。So I think that I'm a chameleon. カメレオンだと自分のこと思う。Now, if I were something that you plugged in.Plugged into the wall, what kind of device would I be? Hair straightener. Sorry? Hair straightener? Flat iron? A hair straightener? Hair straightener. Yeah, he は コンセントに刺さったヘアアイロンだと思っている。
考える。ありがとうございます。はい。There's something on my face, but I think no one can see it. What is it? On my face. It's big, but I don't think anyone can see it. Oh, I'm trying to hide. Oh, okay. What's on my face? Okay, なんか顔に何かあるみたいです。顔に何かが、なんかすごい大きなものがあって、それを持ち帰ってたんですよ。顔に、違う形になってる。顔に何かついているという形なんですけれども。An extra nose.もう一個鼻があるとか、なんかそういうことですね、なんか。A giant mole. Freckle. Mole means, birthmark. Yeah, big mole. Ah, right. okay, 大きな。Cat.Squirrel. Uh-huh. Bigger. A squirrel. This is squirrel. Squirrel. Okay. Okuro? Okuro? Okuro. Like this? Like, yeah. Yes. Okuro. Okuro. Deva, ja, tokurin shimasho. Kanojo wa rokkutsu ga dete imasu. Hai. So shite kanojo wa nanake? Kanojo. Kanojo.カメレオン。彼はヘアアイロンですね。そしてカンガルー。そして顔に大きなホクロがあります。はい、それでもちろん彼らはそれを直接は言いませんけれども、パーティーをしている中で、その脇に当ててもらいたいと思います。はい、それではじゃあ呼んでください。では一旦彼らは外で、彼の。おお、やばいやばい。時間だ時間だ。今日俺の誕生日、たくさん人を呼んでいる。ただ昨日営業の勉強したら友達の特徴忘れてなかった。何言ってるかわからないな。おっ人かなおおハッピーバースデー。ありがとう。おー、みんな揃ったかな。
お、もう一人もうとっとと入ってきてくれよ。マジで。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。まだ分からんの。ちゃんと噛んでたね。パリ
け焦げてるっていうことはパン君かな。パンじゃないな。Could you help me get back in my
このリンゴの木には打倒白雪姫この木の中で一番真っ赤っかに育ったリンゴが真っ先に魔女のリンゴとして使われることになっています。ここは白雪姫に出ているあの魔女の持っている農園である。リンゴの木がたくさんあって、もちろんそれはあの美しい白雪姫を悲しい運命に導くためのリンゴだ。しかしそんな中、日陰にひっそりと白いリンゴがあることをまだ魔女は気づいていないのである。今日も綺麗にリンゴがなってるね。よくやっとる、よく見とるな味見をされてみてはどうですか。ジューシーで毒が染み込みやすそうだな。
赤くならない白いリンゴがあるそうで、その白いリンゴを使うと今までの何百何千倍という毒が生まれるという話でございます。ダメか。信じられないでしょうけど、私、白雪姫の妹。お姉さんがリンゴでとんでもない目に遭ったって言うから、私、リンゴは食べないようにって言われてるの。あら、だと、白雪姫。白いリンゴと目が、これはもしや、お姉さん。あなたは見える？見える？聞こえる？聞こえる。リンゴの気持ちが分かる人がいるなんて。私は白雪姫の妹、便宜的に白雪姫でいいわ。このリンゴでもしかしてお姉様はあんなひどい目に遭ってしまったの？そうなんだよ。赤くなったリンゴはみんな悪い魔女に毒を塗られて、だから、でも僕は違うよ。でも塗られたリンゴはどうなるの？食べられる。そりゃそうだ。食べられて、うん、その食べた人を毒に侵して、そのまま成仏できないんだよ。お姉さんが今毒リンゴを好きになってしまってるのもそうかもしれない。もしかしたら赤い毒リンゴに呪われてるんだ。ああ、どうしましょう。こんな太い木、私の顔さえも出て開けれないし。僕を取って。あなたを取るですよ。僕はまだ白いけど、まだちょっと半人前だけど、でも一緒にいたら助けられるかもしれない。分かったわ。リンゴはもっと美味しいんだよ。分かった。とりあえずよいしょよいしょ、そこよいしょ、そこよいしょ、よいしょ、すっきり。とりあえず家に持って帰るわ。画面変わって赤い毒リンゴに侵されてしまった白雪姫。ああ、おいしい。なんかピリッとしてて毒リンゴってやめられないわ、ほんと。白雪姫様、体に良くないからやめましょうよ。小人行き。はい。小人行き。はい、毒リンゴはもっと持ってきてよ。どうしたのよ、こんなんじゃ全然足りないわよ。あの頃の白雪姫様に戻ってくださいよ。本当ですよ、こんな怖くなかった。何か文句あるのはあなたたち。あんなに私の言うことを何でも聞いてたのに。私をあんなふうに周りに助けてくれたのに。だって優しいお姫様なんだから。今は優しいわよ。十分優しいじゃない。昔が優しすぎたからお前にもあの貼り付け先された気持ちされてますけど。強い毒リンゴを作ろうとしている魔女の部屋。はあ。なんだかあいつも悪毒なっちゃう。そう思わないか、鏡。喋ってんだろ。そう思いますよ。どうしたらいいのか。やっぱり。そうだ、大臣が言ってた、あの白いリンゴだ。そうです、思い出
いしましたが。どっち？一つ、もう一つだけ言わせてください。あの白いリンゴはですね、扱いを間違えますと、毒の方も専売することができるんですけど、今まで植え付けた毒も全部無効にしてしまうこともあると思うので。モロ刃の剣的な感じか。魔女様、抜かりのないように。とにかくリンゴだ。白いリンゴを追うんだ。そうです。見つけよう。みんなに命じます。白いリンゴを見つけよう。赤い木しかなっていないな。魔女様は表しか見ないから多分細かいところ見ていないんだろう。おや？何やら切られた跡。大事大事。あ、魔女様。一体何やってる？魔女様、ちょっとお聞きしますが、はい、こんな偏僻なところを魔女さん切ったりします？あなた見えるとこしか切らないタイプです。確かに、まさかこんな裏側にまでリンゴがなっていた。知らなかった。めちゃめちゃでかいから。魔女様は、この切られた後に広いリンゴの皮切れる。はぁ、よとして、ここにあったんだ。誰かが盗みましたぞ。魔女の怒りに毒リンゴをどん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 作り、そして赤い毒リンゴの怨念は白雪姫にまで伝わり、そしてこの森自体がどん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 怨念でいっぱいになっていた。白いリンゴはそのことにも気づき、心を痛めていた。真っ赤だ。妹さん。あら。こんな真っ赤になっちゃって。どうして。あなたもこれは急がないといけないかもしれないわ。どうしよう。お姉さんを助けに行かなくちゃ。お姉さん。あなたも。私もお姉さんがひどいことになりそうなのね。でも、ちょっと待って、出ない。誰に電話したの？お姉さん。あ、電話が出なくなって。お姉さん、もしかしたらもう、ああ、どうしよう。私がもっと気づいていればよかったのにね。元白リンゴさん。ここは白リンゴだよ。リンゴも白リンゴですよね。あなた、助けてくれるって言ったよね。うん、一緒に。あ、こんにちは、こんにちは。クリスマスカフェ、アンセンスカフェ。一緒に、一緒にお姉さんと行きましょう、ね、助けに来たいけど。どうした？怖いよ。1時間前のお姉さんの家。白いリンゴ
も少なくなったね、あなたたち。お姉さん。何？白いリンゴがここに来たと思うんですけど。これ？心の中にいるわよ。お食べになられたんですか？すっかり冷て。元のお姉さまに戻ってらっしゃるんでしょうか？まんまと魔女めの簡略にハマるところでした。よかったでしょう。あ、魔女が、そう、魔女という魔女が、魔女がそこまで来たんだよ。そしてもうすでに他の赤いリンゴというリンゴはみんな毒リンゴにされて、あなたたち、私のこの白い息を吐い、白いリンゴを食べたこのペッペッ唾液で赤いリンゴを塗りたくりなさい。赤いリンゴはまたたく間に元のリンゴに戻るんですよ。白いリンゴ、すごい、行こうよ。そして魔女、小人たちもリンゴたちもみんな同じ場所にいた。
ありがとう。リンゴも幸せです。食べましょう。いただきます。いただきます。おいしい。幸せ。幸せだ。I wanna go.